はようございます。おはよう。9時向こうだ。おはようございます。やっほー。おはよう。すごいすっぴんなんですけど。やばいやばいやばい。ジンマシンがすごい。やばい。ジンマシンがやばいんやね。おはよう。体調大丈夫？全然余裕よ。余裕だよ。おはようございます。今日ズボン履いてるんだ。おはよう。髪の毛ボサボサ、やば。おはよう。そう、履いてるの今日は。今日はおはよう。寝るい。本当だ。寝るいだね。寝るいでいっか。今日は寝るいの。寝るい。変なの。寝るい。みんな寝るいでしょ。寝るいね。寝るいわ今日。寝るい。眠いって言ったつもりだった。寝るい。眠すぎるってこと。寝るい寝るい寝るいわ今日は。あ、青色ついてなかった。
なんかね、このアイロンね、すごい音がするんですよ。パジャマ変えたん、パジャマ。これも持ってたよ。そう、アイロンの音やばいんですよ。なんかジージージージみたいな。でもこれ新しいんですよ。新しいアイロンなんです。そうだよ。どこにしたっけ？串が消えた。串が消えたんですけど。消えた串。串が消えました。痛いんじゃなくて熱いんだった 痛くない。おお、ストレートになる。ねえ、髪伸びたんよ。どうしよう。切らんといけん。やばない？髪み、あのね、岡山の公園までにはね、切る。ちょっと短くする。ぬるいから。金曜日ぐらい。金曜日レッスンかもしらんね。さっさと行こう。髪短いじゃない、長いんよ。ほら。長いんよね。長いから。ほら、こんなに長い。やけん、ここぐらいまでは切りたい。このぐらいは切りたいな。このぐらい。このぐらいは切りたい。肩までは切らんけど、そう、乾かすの大変なんよね。あり？本当？今日の髪型決まった？ 今日はストレート。今日ボールボーイ佐竹さん、え、佐竹さんお誕生日なんだ。ハッピーバースデーやん。え、葵ちゃんも誕生日だよ今日。ラプンツェル、元気くん短い方が好きでしょ。岡山公園当たったよ。お、夜当たった、楽しみね。ショート見たい。ショート5年生の時ショートだったよ。めっちゃ短くて似合わんくて伸ばしてるんですよ 顔が大きいけね。そう、似合わんかったんよ。葵ちゃん今日会う？会うよ。病院行って、葵ちゃん家行こうかなって感じ。アバター考えてる？考えてないよ。だって365日配信まだないんだもん。
今日誕生日の人多いみたい。あ、そうなんや。おはよう。忘れ物しないように気をつけてな。忘れ物しないように。いや、診察券とお金があれば病院は行ける。ねえねえ、前髪ガタガタじゃない？なんで？こんな水出る。皮膚科にでも行かない。そう、皮膚科も行かなきゃいけない。外科と皮膚科。あ、皮膚科に行くんだ、今日は。今日は皮膚科に行くんだよ。18になったらショートにしてみる。似合わん、似合わん。似合わんよ。服がらしくね。嘘、パジャマこれ。夏は半袖なだけで。そうだよ。でね、手がめっちゃパンパンなんよ。もう見せちゃいけんわ。あ、外科だった。外科じゃない、外科。外科や。葵ちゃんと会うよ、今日。勝手に会う予定にしてる。葵ちゃんとプレ何買ったか気になる。あれだよ、あれあれ。はや、三つ編みにしてみる。三つ編み？三つ編みいいよね。楽。診察券間違えるなよ。一個しかないよ。おはよう。おはーん。今、前髪めっちゃボサボサなんだけど。おはよう。おはよう。夏は半袖。そう、夏は半袖。変な T シャツに半袖着て。ヨンヨンヨン。そう、スヌーピーのやつ。葵ちゃん明日朝早いと思う。私もだけど。明日？なんで明日？あの、犬のカチューシャ、犬のカチューシャはさっきのだよ、あれは。あれはさっきのだよ。ミチと会いますか？ミチとは、会わんな。会わん、なんで？ミチ好きなん？診察券をたくさん持っている人からしたら羨ましい。診察券ね、でもね、一回なくしたんですよ。一回なくして、再発行してもらったんですよ。再発行してもらったのもいいんだけど、再発行してから出てきたんだよね、また。その診察券どこでした？あ、財布がどこ行った、どこ行ったんだけど、まあいっか。そう、診察券ね、作ってもらったんですよ。そしたらもう一個出てきた、財布の中から。そうなんよね。あ、そっか、葵ちゃん明日なんかあるんか。トラ、軽トラみたいなやつか。軽トラに乗ってどうのこうのみたいな。あるあるなんよ。すぐなくすから、さき。なくしがち。さきはここにいるよ。あ、おはようございます。おはよう。軽トラのやつね、さっきも出たかった、あれ楽しそう。え、そう、財布に入れてあって、で、よく探したら財布の中にあったんよ。そう。メンバーの皆さん、まだ東京いるんですか？知らない。ゲットラ乗らないと思う。あ、そうなんだ。そうなん。ゲットラか。おはよう。
顔色良くなった。本当？ユキ？昨日悪かった？ねえねえ、なんかさ、前髪がさ、今日さ、もうさ、前髪がさ、ムカつく。前髪がいい感じに言ってくれない。どうしたの、この前髪。まっか。軽トラにメンバーが乗ってパルトを引っ張る。そんなことすんの？パルト、病み上がりだよ、多分。マジか。大変だね、パルト。マスク取ってみよう。嫌だ。今日ね、ジンマシンが出てるからね、マスクしてんの。そうなんだよね。ねえ、串どこか知らない？先の。あ、あったわ。ここにあったわ。あったわ。普通に後ろにあったわ。後ろにあったわ。ほら、な、探さんのんよ、先って。もう、あと先、鏡買わないか。見て。危ないよ。鏡割れちゃったんですよ。いいことない。割れちゃった。なんかね、ちょっと聞いてほしい。違う。なんかこう置いてあったんよ、こういうふうに。本当にこうやって置いてあって。置いてあって。よいしょってこう立とうとするときに、立ったときに手にたまたま、手のとこにあったんよ、これが。でこうグッて押した時にバキッて言って、え、もしかしてって思ったよね。割れた。 割れちゃった。そうなんよ。でもよかったわ、これ。こういうやつやから、わかる？こういうやつで、これでカバーしてくれるからよかったよ。よきよきよき、もうよかった、ほんとよかった。怖い。 そう、カバーみたいなのがなかったらもうさっきの手血だらけだった、多分。 ほんと最悪だよ。もうメイクできないから今日メイクしない。そう、カバーあったんですよ。今日メイクもうしない。鏡ないからメイクできない。鏡欲しい。 鏡がいっぱい欲しいです。また怪我を増やすね。本当危なかったよ。 鏡欲しい。いっぱい買いなよ、鏡ね。 目見たら映るよね。目見して。姿見あるんだよね。あるある。メイクしなくても可愛いだって。なんだと？そんな嬉しいことを言ってくれるのかい？うわー、これさ、メールの検閲通らんよね、絶対。メール通らんと思わん？どう？メール通ると思う？メール通るかな？ らん気がする。いけてる？大丈夫？通るかな？一応写真撮っとく。なんか不吉だから無理ですみたいなの書かれそう。不吉なので鏡の割れたものは送らないでくださいって言われそう。
朝はおとなしくするね。朝は普通の写真送るね。昨日朝のメール送れんくって予定狂ったから。マジ目は貧血その2。貧血なんこれ。そう、今日は朝のメールちゃんと送ろうと思います。昨日ね、昨日移動中に写真撮っとったらね、それがねなんかダメなんですみたいな言われて、と思って、別にいいじゃんと思ったけどダメなんだって。そう、移動中の写真がダメみたいな、もうめんどくせえなーと思いながら。そう、めんどくさいな、もう別にいいじゃん、なんでダメなのかって一人でブツブツ言いながらね、寝よった昨日は。そう、風景、自分の顔と背景がダメだったんかな確か。そうね、新幹線の中で写真撮ったんですよ、それがダメみたいな、と思って、別にいいじゃんと思いながら。そうそう、いいじゃんと思って、ケーツの人めちゃめちゃめんどくさいんですよ、もううるさいなとかって思いながら。そう、厳しいんですよ。ないかな写真、ムカついて捨てたかもしれん。あ、捨てたわ、もう遅れんのならいいって言って捨てたんです。もうめんどくさ、場所が特定される、全然されないよ、新幹線の中だもん。新幹線の中で撮ってただけだから。そうだよ、ケーツの人ってお仕事してるんだと思って。まあね、黙って言うこと聞いてますけど。そうそう、言うことは聞かないとね、怒られちゃうからすぐ。そう、言うこと聞いてるよ、だからちゃんと黙って、一人で文句は言いながら一人で文句は言いつつもちゃんとやってるよ。新幹線で自撮りする勇気、あ、隣メンバーが座ってたからね自撮りできるけど、一人だったら無理だよ、さっきもさすがに。そう、あ、今日、そしてね、今日の深夜にスチューデンツあるからみんな見てね、12時ぐらいから、12時30分だっけ、スチューデンツあるから見てね。またメールでも言うわ、言うね。ショールームではわがまま言っていい、ほんと？そう、文句は言うけど、でもルールは守る、ちゃんと。そうなんや、偉いでしょ。今回も料理だっけ。そう、今回のやつなんだろう、ひなちゃんとペアなのかな、あれ今日何、味噌汁だっけ、味噌汁の回だったらひなちゃんとペアだ。テレビがつきません。え、おーい、テレビがつかんの、なんで、テレビがつきません。あ、ついた。はーい、見てね、みんな見てね、録画してないわ、先充電切れたんかな。ついたよ、でも今日の、あ、岡山のご当地グルメ、何これ、岡山県知らんな。あ、今日って金曜日、
今日何？金曜ロードショー。え、待って待って、エムステさ、エムステもしかして今日西野カナさん出ないか。営業中だよ、やってるよ。あんまり書いてないな。出るかな、出ないか。花水木、人とよさん出るんだ今日。リトグリ、平成カラオケランキング絶対、これ見た方がいいかな、どう思う？どう思う？昨日のメールでユミリンが魚のムツのこと知らんって、ムツ知らないの？ユミリンのメール撮ってるの？ついでにさっきのも撮っといて。恋するルパン三世って何？ルパン三世って何？あれか、ルパンだよみたいな曲か。チャチャラチャー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 か。これわかんないんだけど、ルパン知ってるわ、知ってる知ってる。チャチャラチャー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 やな。チャチャラチャー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 チャラチャチャー。あ、味噌汁の回だ今日。さっき出るよ今日、録画したか、録画してね、シチューデンツ、ルパンだよみたいな。シチューデンツ見てね、ルパンだよ、チャチャラチャーン。ルパン見ようか迷う。 M ステとちょいかぶりなんよね。 M ステも見たいんよね。じゃあ M ステのさあ、ボケのセンス違うよ。ボケてないよ。これから寝るの？寝ないよ。病院に行くの。今日出演者、今日 M ステさんの出演する方誰？ M ステて、M ステでいいやんか。眠すぎもしゅうさん。出演者、テレビ朝日なんだ。関西でも放送やってる？どうだろう、やってるかな。シチューデンツでもこっちの方しかやってないかもしれんね。ダジャン、あ、書いてる書いてる書いてる。薄紅色の人とようさんと、さっきは知ってるのは人とようさんとリトグリさんだね。そう、桜井日奈子さんがで、岡山の子、グロップで始めようの子や。あ、でもジムシン治ってるな。治ってた、ジムシン治ってる。昨日やばかったんよ、この辺とかすごくて。そうなんよ。アイドルのマスクしてるのもったいないよ。いやー、ちょっとジンマシンが顔にはジンマシン出てるんですよ。だからね、マスクしとかんと目立つから。本当さっきだってマスク取りたいよ。そうだよ、本当は取りたいよ。あ、そういえばさ、今日ぐるなえ見なきゃ。
ぐるなび見なきゃ今日あれでしょ、大悟さんじゃねえや、のぶさんが出るんでしょ、見なきゃじゃん、見よう、病院から帰ってきたら見る、見る、そう、見なきゃ、そう、新メンバー先見てないんだよね、まだゴチになります、グルナイも見た、いいなぁ、さっき今日見る、終わってんで、そう、録画してる、結果知っとる、うん、なんかもうみんな昨日言ってた負けたのはノブさんでしょノブさんでしょ、負けたの知ってるよ、だってみんな昨日言ってくるんだもん、ノブさんが結局払ったみたいな、サネ組はまだ見てない、面白いよあれ、すごいさっきは好きなドラマです、ノブじゃノブじゃノブじゃ、そうネタバレ、みんなネタバレ昨日したから、まあいいやって感じ、やっほー、寝るいよずっと寝るいの、一生寝るいなんだけど、眠いから寝る、眠いじゃない、寝るいからだよ、寝るいから、フフッ、 I just love you、 寝るいとは私が聞きたい寝るい、なんで寝るいになったんだろうね、分からん、白井がパッツンさっき見て握手行こうかなって、嬉しい朝から背中がそれ可愛くないよ、可愛くないから寝ないでください、寝るい、寝るくなってきた寝る、寝るいの、今日も寝るい、寝るいけど今日は朝から血抜かれるんだよ、もうやだー、採血やだ、めんどくさい、痛い、採血無理、採血嫌なんですけど、採血さ、なんで採血するん、もうやだ、もう先に血がやだ、3本抜かれるんですよ、なんか瓶みたいなのに、もう無理、泣く、病院で泣く、何で抜かれる、なんかね、ジンマシンの薬を出すためにね、抜かれるんよ、もうジンマシンって分かっとんだ、ジンマシンって早く判断してよって感じ、あーもうやだ、何をそんなに調べるのって思うもん、もういいよ調べなくてそんなにって、しかもさ、この間のさ、あのさっきが入院してる時の最後に採血したんがね、あったんよ、もうやだ、その先生下手くそだったんだもん、さっきが痛かったのに、痛いって言ってもね、何もせずに血抜くんだもん、やだ、あ、普通は3本なんだ、あ、そうなんだそうなん、もう本当に嫌、もう怖い、あの先生やだ、嫌い、めっちゃ痛かったんよ、もうさっきマジでもう全部血なくなるかと思った、今日、今日じゃない、その時もう採血嫌いなんですよ、採血し、もう誰かして、もう少しの我慢、そうなんや、てかね、もうさ、1年分ぐらいの薬出しといてほしい、もうそれならもうそれならそれでいいマジ先生痛いんよね、あのなんか看護師さんの中でもめっちゃ痛い人と痛くない人がおるんよお手柔らかにって言いましょうお手柔らかにしてくれんのよね、言えんかったI just loving you, I は止まらない、離れ離れの気が過ぎても
めっちゃ痛い。手の甲だけ、それとも採血はなんかここの関節のところするんだけど、点滴はさっき点滴の跡まだ残ってるよね。おやすみ。寝るい寝るい、マジ寝るいんよ。寝るいって長浜寝るいみたいな。違うよ、ただのうちも違い。練習台かもしれん。そう、練習台かも。点滴も嫌い。点滴もほんと嫌いなんですよ。点滴残ってるもんだって一体は。痛い痛い。うん、そう、点滴点滴なんよ。採血の点滴も無理。点滴は待ち時間が嫌。それな。じゃ刺してる時が一番嫌だ、点滴。刺すもんなんやけど。刺すもんなんやけど。うん、そう。嫌だ。もう嫌。なんも嫌。採血したくない。大学行ってきます。行ってらっしゃい、頑張れ。秋も頑張ろう。今日みんなも頑張って。鼻筋よ今日。鼻筋頑張ろう、みんなで鼻筋。鼻筋頑張ろう。花金、おはよう。花金だよ今日。スガキンは違うけど。センター試験？今日センター試験なの？みんな頑張れ。めっちゃ一言ないけど頑張ってね。センター試験、センター試験とかあんの？さっきの時代もあるかな。来年ある？数学金はセンター試験は受けません。明日、明後日。うわー、頑張れ頑張れ頑張れ。センター試験って何？今日も残業？うわー、お疲れ様。センター試験って何？センターがいいの？みんな、まあ、確かにセンターがいいね。確かに。おはよう。おはー。喉痛い。戦闘試験美味しいんですか？人生楽しめ。もうこれ以上楽しんだら先はもう天使になるわ。天使になっちゃう。大学の試験か。ああ。難しい。センター試験やったことない。やってあったらびっくりするけどね、でも逆に。センター試験苦いの？先甘いのがいい。そうなんや。58分。お、じゃあ、壇上読みますね。壇上読みまーす。先は甘いのがいい。なんか見て、コロッケだけなんかピヨーン。はーい。なんかやばいやばい。はい、壇上読みます。13位魔術師さん、11位モフニーさん。9位ミッチーさん、7位太郎ちゃん、5位フクチャンスさん。ありがとうございます。12位エンドさん、10位スーさん、8位ヤスさん、6位ウラッチさん、4位ダイチさん。ありがとう。3位ノンさん、2位がバンジャラモンスターさん、1位がトニさんです。ありがとう。
ありがとうございます。じゃあ今日はちょっと菅山お病院へ行ってきます。なんか最後に喉がありがとうございます。はい、スペシャルギフトもありがとうございました。じゃあまた夜かな、夜配信できたらやりたいと思いますので、皆さんもメールも読んでね。メール取ってなかったら取ってね。はーい、てことで、じゃあ今日も一日頑張りましょう。せーの、バイちゃー、バイバイ、頑張ろうね、バイバーイ。バイチャラボー。